お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023開封動画、今度は後編の9パックやっていきたいと思います。先ほど前編で見た方はわかると思いますが、すごい直筆サインカードが出てしまったので、多分直筆サインカード2枚目の確率は多分限りなく難しいと思います。たまにね、あの2枚出ることもあるんですけどね、まあ、それは開けてみないと分かりません。ではね、やっていきたいと思います。まずは後編の1パックでございます。金島渉投手でございます。高田芳生投手でございます。島内博明外野手のカードでございます。安楽智弘投手のキラでございます。宋ちゃんほう投手でございます。田中将大投手でございます。藤井勝投手でございます。2袋目でございます。伊藤幸也内野手でございます。で、伊藤真央投手のこちらね、ちょっと限定版でございます。ちょっと鏡張りのようになっております。こちらがですね、120分の87となっております。こちらでございます。はい、続けていきたいと思います。駒子龍二投手でございます。西垣雅也投手でございます。鈴木大地内野手でございます。松井裕樹投手のこちらカードでございます。孫チャーホー投手でございます。3袋目でございます。浅村秀人内野手です。林勇輝投手でございます。宮森聡投手のキラでございます。安田優真捕手でございます。庄司恒成投手でございます。吉川和樹、これ投手でございます。石井和久監督でございます。はい、3袋目でございます。ごめんなさい。庄水優也外野手でございます。で、銀次内野手でございます。こちらですね、早川隆久投手のこれはキラでございます。で、松井裕樹投手のカードでございます。で、酒井智人投手のこれカードでございます。渡辺義明内野手でございます。鶴崎大成投手でございます。5袋目でございます。西川春樹外野手です。元ファイターズでございます。で、小深田博人内野手のこちらはですね、金箔張りのね、カードとなっております。で、こちらがですね、90分の61となっております。はい。置いてきます。はい。武藤敦樹外野手のキラーでございます。
宮森聡投手でございます。マリーバニュエロス投手でございます。庄司恒成投手でございます。藤平翔馬投手でございます。7袋目でございます。湯気隼人投手でございます。で、武藤敦樹外野手のカードでございます。鈴木空投手のキラーでございます。鶴崎大成投手でございます。マニー、バニュエロス投手でございます。石橋亮太投手でございます。鈴木空投手のこれカードでございます。7袋目でございます。前田銀次外野手でございます。これ内星流投手のね、これカードでございます。鈴木大地内野手でございます。和田蓮外野手でございます。西口直人投手でございます。渡辺翔太投手でございます。岡島武朗外野手でございます。ちょっとね、ピントが合わず一部ね、ポケてしまってるところがありますが、大変ね、ご了承ください。8袋目でございます。島内博明外野手でございます。住谷銀次郎捕手でございます。で、伊藤真央投手のですね、カードでございます。松井裕樹投手のキラーでございます。茂木栄五郎内野手でございます。山崎剛内野手のカードでございます。で、横尾俊武内野手でございます。で、最後の9パックやっていきたいと思います。小峰真嗣投手でございます。岸孝之投手のこれカードでございます。島内博明外野手でございます。こちらでございます。田中貴也捕手でございます。藤平翔馬投手でございます。松井裕樹投手のこれカードでございます。で、最後は鈴木空投手でございます。以上で BBM 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023開封動画終わりたいと思います。後編の方はね、 CL ナンバーカードが2枚出ました、ね、またこういったお金がありましたら、こういった開封動画やっていきたいと思います。次はだいたいね、7月頃で、2、3回うまくいったら 4,5 回やっていきたいなと思っております。またメンバーシップでは、よりマニアックな開封動画もやっておりますので、もしよかったらそちらもね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。